なのプレイの違い、でアイテム隠すとき、ラッキーの場合、でアイテム隠すも何もなくないか。俺はダイヤモンドとか自分がいつも使ってるチェストにしまうだけよ。それだと盗まれるくない？私たちが盗んじゃうわよ。盗んだ瞬間そいつの家を燃やしに行くだけ。こわ、家じゃなくて私にして。は、霊夢の場合。私はウプ主と違ってちゃんと隠します。私の隠す方法は簡単。いつも生活している部屋自体を隠してしまえばいいのよ。どうやって入るんだ？死んでリスポーンすれば入れるようになるわ。お、死なないと入れない部屋に隠せばもう安心よ。怖い部屋ですね。マリサの場合、霊夢は絶対にバレないとは言えるかもしれないけど、一回死なないと部屋に戻れない。どんな隠し部屋や、私はとりあえずシューカーボックス使うとするよ。あ、あの方法か。霊夢は知ってるよね。シューカーボックスの上で泳ぎ状態になると、下に入り込めるんだよ。これを使ってチェストを隠すのに。おこのめり込み知らない人には有効だね。おもんないキッズの場合。え、なんでそんな遠回りで隠してんの？エンダーチェストって知ってる？一番簡単済むけど、取り出さない限りは永遠と盗まれない。はい、確かにそれが一番いい。と MJ の場合。私は溶岩で部屋を隠すわ。あ、確かに水と違って見にくいわ。溶岩作ることで全然バレなくなるわよ。溶岩の深さを1にして入り込む良い部屋でしょう。え